はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら梅雨後がラストチャンス、トマトを赤くして甘くする方法ってところでご説明していきたいと思います。でトマト今ねすごいね元気よく育ってきまして、昨日も雨降ったんですけれども、はい、すごいね色づいて、もうね収穫のピークってね感じになっています。そんなトマトになるんですけれども、今日はですね収穫ピークにはなるんですけれども、結構ねトマトねなかなか実が赤くならないよってね方もいらっしゃったりとか、収穫してもなかなかね甘くないよってね方もいらっしゃるかなと思います。そういった方にですね向けてどんなことをねしたらいいのかっていうところをですねご説明していきたいと思います。この動画を見ることによってトマトを赤くして、よりそして味がね美味しく甘くねなるようにするポイントですね、そういったところが分かるようになりますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速行きましょう。マッキーチャンネル。ではね早速説明していこうかなってね思いますけれども、はい、現在のトマトの様子になります。今こんな感じでトマトねすごいね赤くなってきまして、グググググっとね上を見ても大きくなってきています。そしてさらに上を見ていきますけども、この辺からちょっとねトマトが、青っぽくねなっています。これから赤くはねなっていくんですけれども、はい、ね、もっとねちょっと見守りながら育ててねいきたいなってね思うところです。はい、こんな感じでトマトね元気よく育っています。そして早速ねご説明していこうかなと思いますけれども、トマトをですね赤くなるためにはですね、積算温度といいまして、気温が今日はね例えば30度として、そして明日もまた30度とします。そうすると合計すると60度じゃないですか。それがだいたい900から1200度ですねぐらいになりましたら赤くねなっていきます。なのでそのぐらいですね、まあ暖かくなるのを待っていけばですね、自然と赤くトマトはなっていきます。はい、そういったねところを念頭に置きながら、どんなことをしたらいいのかというところを説明していきます。まず一つ目はですね、やっぱり暖かくしていくっていうことが必要になりますので、暖かくねしてあげるっていうことが大切になります。僕はねこの後ろですね不織布とか置いていまして、それで暖かくですね、風通しですねがちょっとこうね対流して、暖かくなりやすいようにしています。そのおかげもありまして、ちょっとずつではねありますけれども、かなりね色づいてきているかなと思います。そんな風に、ね今できることとしては、不織布とか防虫ネットとかそういうのを貼って暖かい環境を作ってあげるようにすると良かったりします。これが一つ目ですねになります。暖かくねしていこうっていうねところになるんですけれども、このようにですね、僕ね不織布ですね、まあ植え付けた時から暖かくなるようにこのように不織布をかけたり防虫ネットをかけていました。そのおかげもありまして、風ですね吹き抜けないで、ここにですね暖かい温度が、溜まりまして、それでトマトが大きくなりやすかったりしていました。ね、まあ、ただね虫の、が出る、ね、被害も、危険性もあったりもしますので、調整ですねトマトの様子を見ながらちょっと調整していただくといいかなってね思うんですけれども、でもねおかげさまでこんな感じで、ね、やっておくことによって、できたうまくね育っていましたので、今回ね良かったかなってね思います。そして2つ目はですね、日当たりが良い場所で育てていこうというところになります。ただねこの場合だと地面に植えている場合だと移動するのも大変だったりもするので、まあ、今度ね育てる時はですね日当たりがですね朝日が浴びて夕方までねしっかり日の浴びるところ、そういったところで育てていただくといいかなってね思うところです。これトマトね今下の部分少しカットを葉っぱねしているんですけれども、葉っぱをカットしてあげることによってここに光が直接入りやすくなります。そして光が当たることによってトマトがよりね積算温度が高まりまして、収穫もねしやすくなっていきますので、そういったイメージでですねトマトはですね、はい、大きくしていくと良かったりします。あとはこれね今ねちょっと、半分赤くなって、あとちょっとだけで、まだねここは青いですけれども、これが赤くなった頃ですね収穫するとより甘いトマトがですね収穫できるようになりますので、そのぐらいをね目安に収穫をしていただくと甘くねなっていきます。
出荷したりとかねする場合ですと、これね赤くなる前に出荷してしまって、ね、甘さがちょっとね抑えられてしまうということもありますけれども、はい、これね色づいてから収穫をしていただくと甘く美味しくいただくことができるようになります。そしてこの辺とかも見ていただきますと、ここも結構ね葉っぱに隠れているかなと思います。なので今日はこの部分ですね、ちょっと隠れています部分を少し取りまして、暖かさですね確保できるようにしてあげるとよかったりします。こういう感じで葉っぱね取りまして、はい、ね、風通しも良くしつつ、はい、やっていくとねいいですので、はい、これでねどんどんと赤くなるようにやってね育てていきたいなってね思います。そして3つ目になります。3つ目は栄養不足になります。トマトはですね特にリン酸系、窒素、リン、カリとね栄養がありまして、その真ん中のリン酸ですね、それが花をつかせたり実をね大きくねしたりとかする効果があります。なのでリン酸が入っている肥料ですね、例えば熔リンであったりとか、あと魚粉であったりとか、そういった肥料をまいてあげるのもいいかなと思います。ただ今の時期ですねかなり暑くもなってきていますので、あとは液体肥料とかですね、リン酸ハイポネックスとかですね、リン酸系が多いね液体肥料になるんですね。そういったものを希釈通りに薄めて、お水ですねをやるのと同時に、追肥ですねしてあげると結構ね肥料が効いて、赤くもなりますし、さらに肥料がねリン酸系の肥料を効くことによって、甘くもねなりやすいです。なのでそういったねところで追肥ですね、一番、ね現実的にできる方法としては追肥をですねしていただくっていう形で、対策をしてあげるといいかなってね思うところです。暖かくするためのね方法としてはですね、余分の葉っぱをカットしてあげるといいです。今ねここね今余分な葉っぱはカットしてトマトねこんな感じで、いっぱいね見えるかなと思いますけれども、本来なら葉っぱがね結構ね茂っていたんですね。でもそれをカットして直接、まあ、日が当たりやすくねしてあげることによって、まあ日がねあまり強すぎますとトマトぐにゃぐにゃになっちゃう危険性もありますけれども、早く赤くして次の野菜ねもうね収穫してやっていきたいよっていう場合はちょっとあえて葉っぱはカットしてしまって、ねちょっと日が当たるようにすれば、日陰よりやっぱり日が当たった方が、よりね暖かくねなりやすいんですね。なのでそういう形で、葉っぱをカットしてあげるっていうところがいいかなと思います。あと葉っぱをカットすることによって病害虫ですねが、かかりにくく被害が少なくなったりもしますので、そういった、ね、面でも、ね、ある程度あまり切りすぎるのは良くないんですけれども、ある程度ねカットしてあげるといいです。あとはトマト下のね部分ですね、ある程度もうね大きくなってきたらもうそこから、実が取ったところから下の葉っぱは取ってしまうっていうところですね、そういったところも良かったりもしますので、そういう形で対策してあげるとトマトね大きくどんどんね育っていきますので、赤くもなりますので、そういう形でやっていただくといいかなと思います。そして、最後は追肥になります。僕はもうねここ追肥はしているので追肥はしませんけれども、ここねトマトね今あります。この、端っこですね、畝の端っこまで、ね、根っこが伸びてきていますので、この端っこの部分に、肥料ですねが入るようにこことかカットしてしまって、ね、やっていってもいいですし、この畝のね、ここねあると思います、ここをめくりまして、ここからパラパラってね肥料を入れてあげることによって、そこからも肥料ですね、端っこに寄っていきますので、そんな形で追肥ですねしてあげるとよかったりします。あとはね液体肥料ですね、ハイポニカとかハイポネックスとかですね、そういったものを薄めて、追肥していくっていうね方法もあったりしますので、そういった形でね追肥をしていくとよかったりします。あとは僕はね最近こういう卵の液肥というものですね、こういった、卵の殻をね使った液体肥料ですねを使ったりしています。これ窒素、リン、カリがありまして、リン酸6ですね比較的多く入っているので、はい、こういったものをねかけてあげることによってより甘くですねなりやすかったりします。あとは化成肥料でも、まあ、初心者の方は888とねバランスのいい肥料をね使っていくのも一ついいかなってね思いますけれども、あとはねリン酸系が多い肥料ですね、熔リンとかねそれも化成肥料の一種ではありますけれども、そういったものも使ってあげるとよかったりします。
はい、こちらはね別の場所で育てている、ね、トマトになりますけれども、はい、こちらね大きくなっています。こちらはちょっとまだね追肥していないので、この場所を代表して追肥していこうかなってね思います。はい、でこういったところにですね、これ僕ね雑穀ね入れられる100均のケースにちょっとね、肥料化成肥料をね入れているんですけれども、こういったものをこういう穴の中にですね肥料をねパラパラっと撒いて、ちょっとこう中で広がるようにですね、やってあげます。そして、最後ねここ、肥料をあげましたら、今日雨降ったのでいいんですけれども、お水ですねをかけてあげると、より化成肥料が溶けて、それで肥料効果としてより上がったりできます。あとは場合によってはこういう通路の部分ですね、通路の部分にパサパサパサーとね肥料を撒いてあげてもよかったりします。そして肥料を撒きましたら、ちょっとねこの部分ですね少し耕しまして、ちょっと雑草も生えているので、雑草もはい、処分ですね抜きつつですね、刈り取りつつ、はい、ちょっとね土と肥料が混ざるようにしてあげるとよかったりします。ちょっと僕はねこういった雑草も、土作りっていう形で雑草もねちょっと活かしながら、栽培ねしているんですけれども、はい、こんな感じでねやってあげてもねいいかなと思います。これね肥料ですね、雑草も一緒にやってあげることによって、よりね土がふかふかになって、いい土になったりもしますので、はい、そういう形でねちょっとね、栽培をしています。有機自然農法的なねイメージですね。はい、こんな感じですね。こういう形でだいぶね綺麗になります。この辺も同じですね。じゃあこの辺もちょっと同じようにやっていきたいなって思います。こんな感じで肥料ねパラパラとね通路の部分に上げていきまして、それでちょっと混ぜていきます。混ぜると同時に雑草も取っていきます。そうするとね雑草の根もあるんですけれども、トマトの根っこもねちょっとね見えます。はい、なのでここまでトマトの根っこが伸びてきているんだなっていうのがね分かります。はい、この辺とか見ていただくと分かりやすいかなってね思うんですけれども、この辺とかですね、こういったところで小さな根っこがね伸びているかなと思います。これトマトの根っこになります。なのでここから肥料を吸って、ね、トマトがね大きくなっていくというようなイメージになります。はい、じゃあこれでね追肥できましたので、ね、まだまだね大きくなりますので、育てていきたいなってね思います。ちなみにこの辺とかもね収穫適期になっていますので、今日収穫していただいていきたいと思います。収穫するときはこういう感じで、ここね折れる場所がありますので、こういった部分で折りまして上に上げて、やるとねこうやって綺麗に収穫できます。こちらもね同じですね。すごいね今年はつながりになって、またね立派に育ってきていますね。いいですね、美味しそうです。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですねトマトですね、はい、しっかりとですね対策を、ねやることによってどんどん赤くもなりますし、肥料、甘くもねなっていきますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。もう一度おさらいしますと、まず一つ目は暖かくしていこうというところになります。そして二つ目は日当たりを良くしていこうというところになります。そして最後は栄養ですね、肥料を上げていこうというところになります。この3つをしっかりとやってあげることによって、トマトですね、今ね7月中旬にはなりますけれども、まだまだ赤くもなりますし、甘くもねできる可能性がねありますので、よければ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。